7月よろしくね。暑くなりますね。そして湿気とか、これは雨じゃないです、さっきに前髪濡らしちゃったんであれなんですけど、湿気とかでさ、ものすごく髪の毛がやられましてですね、ね、下半期突入やばいです。私の髪の毛がホワホワになる時期になりました。なので何かあってもマピちゃんが傷ついちゃうので言わないでください。ご了承ください。ちょっとね、今日はね、お写真私は何があってもを塗ります。下地以外持ってないんですけど、下地今日持ってないよ。私使ってないよ。私私のだと思う。それ私持ってないもん。消しゴム知らない、うん、だって私使ってないもん。昨日あれだよ、夜貸してもらってそのままマナちゃんに返しっぱなしだよ。さっき落としたんじゃないの？まだだよ。これね、特別なクリームじゃないよ。
めんごめんミュートにしてた。よし終わり、ラジオだけで終わり。今日はねちょっとね急いで出なきゃいけないので、色明るくしてるから眉毛薄く見えるかも。ありがとうございます、ありがとう、嬉しい。眉毛ちゃんとあるよ。うるさいな、ものすごく急いでます。15分ぐらいで家出なきゃいけないのよ。美しい、かわいい、嬉しい。そう、出かけをねします。ピピピが気にしてるからあんま言わないで。痛いとこついてきますね。最近ですよ、本当に慣れてきたの。理由で化粧とか教えてくれるのかな。教えてくれないですよ。自分で研究して頑張ってる。だからのあぴちゃんは他のメンバーさんに比べて化粧が上手じゃない時もあるかもしれませんが、お許しください。でも最近上達してきたんですよ。
やっと少しずつ上達してきて、サミさん、はじめまして、ありがとうございます。嬉しい、ノッピーです、よろしくお願いします。ん、あずみのメイク、あずみのメイクも参考になりますよ。あずみもメイク上手なので、あずみのメイクを参考にしてる部分もありますから。あずみメイク上手だし、特にリオツなんてね、ずっと小学1年生とかからメイクしてるからすごいよね。私もね、なんか昔ちょっとだけお母さんにしかやってもらったことないから、自分でやるのは本当にステイ入ってからです。オーディションの頃もお母さんにやってもらってたので、なんかね、直しとかは自分だったけど、基本的にはお母さんにやってもらってたから、本当にこうやってね、自分でやるようになったのは最近です。上手とか上手じゃないの基準がね、わかんないんですけど、まあ上手だなって思います。ハイライト時計をね見ながら、やばい、ね、33分、ね、ひーちゃんとかは本当にめっちゃメイク上手だから、ひーちゃんにね、今日のメイクどうとかいたら聞いたりとかしますよ。したら、ナピさんいつも可愛いんで大丈夫ですってよく言われるんですけど、優しいですよね。うん、メイク上手だなと思うメンバー、うーん、でも基本的に皆さんお上手だなって思います。のびは、そう、なんか美容師免許みたいなの持ってるらしくて、ひーちゃん、そうそうそう、ひーちゃんのメイクでお勉強したりすることも、だいたい完成、あとちょっと見直し、うん、すごい15分だ。で、その今日のね、30分配信する予定なので、ね、まだ全然時間の余裕がありますね。やったね、時間の余裕があることはいいことだ。そうそうそう、アイロンとかね、ひーちゃんにやってもらうとすごい多分綺麗になりそう。まだね、やってもらったことがないから、やってみて、やってもらいたいですね、一度。ねえ、雨やばいよね、今日ね。大変だよね。
鼻をねシュッとさせるためにアイシャドウなんですけど、ハイライト入れて、内側にねハイライト入れると目がねのよく見えるみたいな、大きく見えるっていうの、なんか可愛かったので最近ちょっと流行ってます自分の中で。女の子はねみんなに可愛く見てもらいたいからメイクをするんです、ファンの皆さんとかね。そうだから頑張ってるよ。大体いつもこんな感じのメイクです。ほぼメイク終わったかな。このハイライトはあずみんにもらったハイライトを使ってます。あずみにね誕生日プレゼントでもらったハイライトです。そんなそんな、まあ、なんてまだまだですよ。そうそうそう、誕生日プレゼントでもらったんですよ、あずみに。優しいあずみ、ごどんいせいありがとうね。あずみは本当に優しいので、もっちゃんにお化粧品をまたプレゼントでしてくれました。本当に優しい。1から100までだいたいメイクできました。どうでしょう、これに入れることによって何が変わるのかあんまよくわかんないんですけど、どうかな、いい感じになった。45分になったら、ね、終わりたいと思います。どうでしょう、美人オイル。ありがとう。じゃあ終わります。次イズリビッツさんありがとうございます。テープイズキンバーガーさんテキありがとう。イブンイズオーコーテさんありがとうございます。テキありがとう。テネイズラブさんテキメルマジありがとう。ヘネイズオチャットさんありがとうございます。
タイファイヤーさんで決めます。ありがとう。セブンイズゆずきちゃん、ありがとうございます。なかちゃんさんで決めます。ありがとう。イズホイちゃんさん、ありがとうございます。クニケンさんで決めます。ありがとう。イズメグロコチさんで決めます。ありがとうございます。セカネイズメゴさんで決めます。ありがとう。ナルムさん、タワーありがとうございます。本当にありがとう、嬉しい。ありがとうございます。ステージおめでとうございます。本日も皆さん配信ありがとうございました。うん、配信ありがとう。最近ね、15分しかできてなかったので少し配信長めにしました。ありがとうございました。それじゃあまたね、バイバーイ。